注目の立ち上がり。先頭バッターは大島。はい、第9投げた、初球から打ってった、内野ゴロ、田中掴んだ、一塁送球アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは2番岡林。第9投げました、打ちました、初球打ち、菊池ダイレクトでボールを掴んでアウト、ツーアウト。第9ツーシーマーストライク。第2球投げました、打ちました、当たり損ない、菊池ボールを掴んだ、一塁送球アウト、スリーアウト、チェンジ。ピッチャー交代です。大瀬良降板、右の九里今日2番手としてマウンドに上がります。相手にどういった投球を見せるのか。見送ってストライク、投球これから2球目、外角低めいっぱい、ストライク、追い込んで投げました、もう第4球を投げました、内角低めいっぱい、見逃し三振。右の九里マウンドに上がりました。今日はどんな投球を見せてくれるのか。さあ5球目、外角低めボール、カープ外野は浅めの守備を取ります。打った、取りました、試合終了です。九里見事な完封勝利、カープ2点差で逃げ切りました。